法慶は、中国南北朝末期の武将。法天音の孫で、公表の子。法慶の乱の首謀者。冠を立ててその皇帝に即位したものの、わずか在位後か月で殺害された。ついたち軍の人とも、元門軍の人ともするなど小説があるが、いずれも定かではない。法慶の政兵は皆、強固雑種であり、血族などの北族出身であったと申される。 その成果は六鎮の一つである懐ついた父の守備に従事していた古族化した漢族とも、あるいは艦化した前費系の貴族の家柄であるとも考えられている。法慶は524年の六鎮の乱で、北魏の自主英軍の部下として頭角を表し、北魏が東西に分裂すると、東魏の高官の旗本に入り、河南対交台として河南方面の軍事を認じられる。 高官が死去した後に、闘技への反乱を起こしたが、高官の長男の公清氏が、法刑を殺害しようとしたためという。さらに公清氏の命を受けた至空の関気らによって、散々な目に遭ったため、彼が支配する衆軍の軍勢を率いて、南下して、南朝張りの部隊に基準した。その際、闘技に残された妻と長男の法案が無本罪で、処刑された。その後、闘技の武将、 同様召集との戦いに敗れ、樹州に退いた。南朝領と闘技の間に和議成立の情勢となると、軍師、王位の兵は、接速を等々部の助言を入れて、健康をつくこととし、南朝張への反乱を起こす。大政2年、南朝張の喪失の小和そを味方に取り込んで、8000の兵を集め、との健康に迫った。老城者は戦闘員が2万人。 住民が合わせて14万人が牢状していたが、食料の蓄えが尽きて、ネズミやスズメのほか、人肉も食べるような状況であった。大成3年、南朝張の援軍の到着により、一旦は和議が結ばれるが、2月末に法刑は再び戦線復刻した。牢状者のうち戦闘力のある者はわずかに4000人に満たず、道には死体が至るところに横たわり、 埋葬もされないままフランシタ一帯から流れた液中が溝に満ちた。3月10日、健康は陥落した。城陥落後、難民は数十万に及び、さらに飢饉によって多数が死んだ。武帝は大城に遊兵され、5月には武帝は失意のうちに噴死した。当時の南朝張は分裂した闘技、正義の勢力を量駕する国力を持っていたが、 当議から投降してきた一将軍により、都の城が陥落した原因としては、国内に分放された喪失の将が、相互に牽制し、武帝の救出を積極的に行う者がいなかったことが考えられている。武帝崩御後、法慶は、漢文帝を擁立し、自らは将国、さらにはそれに加えて、宇宙大将軍、都督六号諸軍時に就任した。 しかし、関文帝が自立する動きを察知すると、関文帝を視察、正政則を除き、与正王、正宗を擁立した。この時、法慶は関王を称している。天正元年10月、与正王から禅状を受け、自らが皇帝に即位、国号を関とし、元号を王の始めと定めた。しかし、王の始め2年3月、皇陵で皇帝に即位していた正役が派遣した。 大葬部及び鎮派先の義兵によって、と追われた。法慶は二人の息子を長江に溺死させ、腹讐数十人と短船で逃げた。その途上で、羊らの近事に殺害された。法慶の意外は分割されて、首は、高領城門にかけられ、両腕と両足は、北西の文選定へ送り届けられ、胴体は、健康の死にさらされた。健康の庶民は、 好景の肉をナマスとして食らった。ありがとうございます。